お話です。その昔、どの国にも恐ろしいドラゴンが住んでいました。ドラゴンはお姫様を食べてしまう恐ろしい怪物だから、世界中の王子様たちがお姫様を守るため戦いました。天様ドラゴン、覚悟しろ。王子が戦うドラゴンと、ドラゴン戦う王子と、私は戦う姫のため命を懸けて救い出す。大地なるドラゴンの杖、何でいい轟き草木は震え、何でいい轟き草木は震え、死滅を極める戦いは、死滅を極める戦いは、戦いは これでとどめだ。やった、ドラゴンを成敗したぞ。弱なドラゴンは倒された、勇敢な王子の手によって。弱なドラゴンは倒された、勇敢な王子の手によって。王子は姫と結ばれ、国には平和がもたらされた。それが伝説、また一匹と対峙されてきました。そして今ドラゴンは最後の一匹になったのです。おい、大丈夫か。しっかりしろ姫。パパ大丈夫、目を開けてよパパ。お前本気か。はい、お父様。いいだよ、お前何を言っとるのか分かってるのか。あのな、もちろん分かっておりますわ。だからこそこれは私がやらなければいけないこと。民草のため、この国のため、私は戦う必要があるのです。なんでいいだよ、それは姫の役割ではない。その役割は王子が。お父様の考えが古い。この国で一番強いのはこの私です。先日の剣術大会、私は国内外の有名武芸者を倒して優勝しました。ならば、この私が戦いに赴くべきです。ドラゴンを退治するために。私が倒すわ、あのドラゴンを。お前が倒すか、怖いドラゴンを。人々を救うため、正義を。この私
私は天国の妻に申し訳がござらん。止めないでください、お父様。ビット王子、こちらのお部屋にございます。ありがとうございます、ヴィヴィアン大使よ。それにしてもこんなに広いのに間違えないなんてさすがですね。これよりもこの私はこの国のナンバー2ですからな。それではよろしくお願いしますよ、ビット王子。ありがとうございます、大使よ。ついにイーダ姫に会えるんだ。3年越しの私の愛がついに実る時が。よーし、王様、イーダ姫様、私は隣の国の王子でビット王子と申します。おWhoa!
ラモンを倒すのはこの私です。あのですね、いくら頭を焼く発明ができるからといって、あなたのような弱そうなおっさんにドラゴンを倒せると思って思っています。あなたのためなら命を懸けて戦いますから。どうしてあなたはそのようなことを簡単に。俺はあなたを愛しているからです。昨日会ったばかりでしょ。覚えていませんか、3年前のあの日のこと。え、3年前のあの日、我が国で開かれていた天下一を決める武闘大会に訪れていたあなたは、暴漢に誘拐されそうになっていた一人のニートを助けました。それこそがこの私、ビットウチ。あなたのおかげで私は助かり、裏で手を引いていた第一一歩の貧乏を暴くことができました。言われてみればそのようなこともあったような。あなたのおかげで我が国の危機は去ったんです。しかし私の心はあなたに揺らい、いや奪われたまま。あの日奪われた私の心、あれからこの胸は張り裂けるばかり。あなたを思う気持ちは抑えられない。あなたは太陽、私は月。あなたの光は私を照らし出す。捧げよこの人生、惜しみなく変わらぬ愛を力になろう。命の限り、それが私の生きる道、それが私の生きる道。自分よりも随分と若い女の子が華麗に私を助け、さっそく去ってきたが、それは今でも私の脳に焼き付きます。あの日から私の心は決まったんです。この人のために自分の人生を捧げようと。私は力ではあなたに遠く及びません。だから私はリートを卒業し、発明に没頭したんです。この頭脳で、発明で、あなたの力になろうと。なるほど、ちょっと変態っぽいですが、しかたつながりました。よかったよかった。いや、それにしてもいいですね。なんであなたは堅くなに自分でドラゴンを倒すって言い張るんですか。そんなにもこの私が頼りないですか。はい、頼りないです。しかしそれ以上私はお母様のような悲劇を二度と起こしたくないんです。お母様、そうか、あなたの母上王子様は知っているのですか。聞いたことがあります。あなたの母上はさっきのドラゴンとの戦いの際に受けた傷により病に倒れ、あなたが幼い頃に亡くなったと。そうです、お母様はドラゴンのせいで命を落としました。私はドラゴンが憎い、だから強くなろうと誓いました。誰よりも強くなれば大切な人を守ることができます。ビットジ、私はあなたにも傷ついてほしくないのです。もうこれ以上は誰かが傷つき苦しむ様は見たくないのです。出なければ強くなった意味が。私はリナ姫。そうですか。どうです、これ面白いでしょう。これも私の発明です。発明？いたけ、私も知らんです。誰かが苦しむ姿は見たくない。それでもこういったもので喜ばせたいんです。あなたを、人々を。言いたくね、二人で行きませんか。え、ドラゴンといえば恐ろしいがいて、いくらあなたの剣が強がると私の発明がすごかると危険です。ならば二人で行きましょう。二人でなら足りないところを補い合えるはずです。二人で。はい、二人で。はい、二人で。はい。ドラゴンのもとに二人で歩こう。手を
二人で考えたのですね。これは少し厄介なことになったかもしれません。しかし今度こそ私の邪魔はさせはしない。そう、今度こそ私はこの手で、そしてあの時の復讐で。そろそろです、ミッド王子。ドラゴンの住む洞窟はこの辺り。気を引き締めていきましょう。はい。しかし、ドラゴンは自分からは襲ってこないのですね。そうです。お父様の時代のドラゴンはそれは暴れ者で、幾度も村を襲ったそうですが、今のドラゴンは全く襲ってきません。きっと私の剣の腕に恐れをなしたんでしょうね。そうですか。他に何も悪さは？いえ、全然。そうですか。それは少し妙ですね。ビット夫人？イデ姫、もしかするとこのドラゴンというのは怖い相手ではないかもしれませんよ。当然です。この私がついているのですから。あ、いえ、そういう意味じゃなくて、このドラゴンというのは私たちが考えている相手とは違うのかも。ビット夫人！はい。着きましたよ！あれは、ドラゴンの洞窟！そこにいるドラゴンがなぜ襲ってこないの？それは私も疑問です。何か理由があるのかもしれません。まあ、それは実際に確かめればいいと。私たちはここまで来たのですから。確かに。さあ、やりますよ。覚悟はいいですね。はい。ドラゴン！出てきなさい！ドラゴン！
私は隣の国の王子でビット王子と申します。あんたの方が人間ができてそうね、はい、そしてこちらがこの国の王女のリーナ姫です。姫、私も写真を見て。なんで下を聞くのよ。ねえドラゴンさん、私たちあなたに聞きたいことがあるの、話してくれますか。いいわよ、ちょっとだけなら。ちょうど暇してたし。ありがとうドラゴンさん。えじゃあまず聞きたいのは、はい、あなたの名前は何て言うかしら。私名前なんかないわ。え、あ、必要性の問題でしょうね。一人ぼっちですらいりませんから。なるほど。パパが死んでからずっとここで一人ぼっちだったの。お友達になりましょう、ドラゴンさん。お友達になりましょう、アニメ様。
のペットを。はい、あれからすでに2週間が経ってしまいましたね。まさか、まさかこのような事態になろうと。私は一体どうすれば。まさかこんなことになろうとは、わしの大事なイイダが帰ってこなくなろうとは。イイダの身に一体何が起こっているのか。国王陛下、心中お察しいたします。ですがまだ最悪の事態になったとは限りません。傷を負って動けなくなっているかも。すぐに討伐隊を差し向けましょう。討伐隊、しかしそれでドラゴンを倒してしまっては我が国の伝統が。そんなことを言っているわけですか。ことは一刻を争います。もしも万が一イダ姫様がお二人様と同じようなことになってしまっても。それは嫌じゃ。わしはもう何も失いたくない。わしの全て、それがいいだ。あいつが残したもの、それがいいだ。何があろうと、いいだだけは、いいだだけは、失うわけ。我が親衛隊を集めよ。ドラゴンの討伐隊を編成する。イイダを救い出すのじゃ。はは、城はこの私お任せ。進め、恐れずに行こう。
は立国王らといいます。すぐに森に火を放ってください。そうすればドラゴンはたまらず森から飛び出すでしょう。その時がチャンスです。姫と王子を救い出しドラゴンを打ち倒すのです。いいとおり、人類とドラゴンの長き因縁はこのわしが立つ。さあ森に火を放せ、ドラゴンを追い出すのじゃ。はっはっ。あなたが帰ってこないことにしびれを切らしたようですね。それで討伐隊を編成して進軍を。お父様、ドラゴンを私が倒すとあれほど言ったのに。え、なんでやっぱり私を倒すの。怖い。ありません、そう言ってここに来たのです。怖い。怖くありません。怖い。そのままドラゴンもろとも姫と王子を
つやっとしなさい。なんじゃあれは。ん？あんな遠くで誰かが何かをしておる。あ、あれは何です？何動けば返り討ちじゃ。いえ、
私のこの剣さえあれば。思い起こせば前の大司教の紹介でこの国に来た時点でこのようなことを企んでおったのかもしれんの。いや、初めから入れ替わっておったのか。どちらにせよ今は非常に不甘い。お父さん、私のこの剣ってどうしようもないと言うのですか。当たり前じゃ。一人で何ができる。たった一人強くても何もできん。そんな、私は誰かを思うために強く。さあ、あいそこ持ってもすぐ来るじゃろ。ビット王子なら大丈夫。腐っても隣国の王子、そうそう手荒なまねはすまい。今は逃げ延び、体制を整えることが最優先じゃ。行くぞ、リーダー。はい。Thank you.
いくら心の成長を促したとはいえ、すぐに進化するわけだから。これだったら、私たちドラゴンなんだよ。いやいや、それではヨッシーにまたがるマリオのようだぞ。どうも、黙っててください。それは、ああ、これか。ビットーズのバッグじゃ。ここに落ちていたのが拾っておいた。片身になるぞ。縁起でもなく言わないでください。このバッグの中何か入ってます。国民に無事を知らせに行こうではないか。行くぞ。
友達になれるなんて。リーダー、ビッド、さあ早く私を国民に紹介するのです。私たちの大切な最後のドラゴンを。当たり前よ、私のアイレスをみんなに見せつけてやるんだから。ええ、期待してますよ。あ、行きましょう。イエーイ。私たちの国に住むことになりました。今ではすっかり大きく成長し、みんなを背中に乗せて運びます。みんな彼女のことが大好きです。彼女もみんなのことが大好きです。彼女はもう一人ぼっちじゃない。ビッド、どこにいるんですか。ビッド、ビッドよー。まずい、じゃあこの辺でいいですね。今日こそ結婚してくださいよ。うわー、あ、